speech. 西沼さん、ありがとうございました。And for the last speech for today, Mr. Abe from Toshiba Corporation. 最后，我们邀请到东芝基础建设的铁道系统统括部部长阿部光彦先生。阿部さん、お願いします。ただいまご紹介に預かりました、東芝鉄道システム統括部長を務めます阿部 でございます。我是在東芝担任鐵道系統統括部部長一職的阿部、本日はですね、交通部様、高速鉄道局様、それから台湾高速 鉄道局様、皆さん、幹部の方はじめですね、多数の方ご出席いただきまして誠にありがとうございます。今天很荣幸能够与交通部、高铁局、台湾高铁的各位在此参加南港延伸区间的 ATC 试运行开始纪念仪式。皆様のご支援ありまして、このようなセレモニー開催することができまして、大変光栄に存じております。非常感谢能够有那么多人一起参与这个盛会。また台湾、高鉄様、去る1月の3日にですね、23万9千人という最高乗車を記録したということでございます。有听完前几天1月3号的乘客数达到最高纪录的23万9千人、真是非常惊人的数字、在此我也诚心献上祝贺之意。大変素晴らしい数字でございまして、私事のように嬉しく大変思っております。この場をお借りしてお祝い申し上げたいと思っております。真的是非常惊人数字、所以我在此还是在神仙上诚心的祝福。先ほど三菱重工さんからありましたように、2013年6月に南岸延伸のプロジェクトということでご契約いただきました。刚刚如三菱重工也有说明的、从2013年6月开始、南港延伸契约以来、本公司与三菱重工株式会社是共同为这个契约者一起进行工程。共同契約者であります三菱重工業様と今日ご助進めてまいりました。在此期间受到各位的帮忙支援、来到这今天。この間ですね、交通部様、高速鉄道局様、台湾高鉄様に大変なご支援をいただきまして、ここまで来ることができました。包括、交通部、高铁局、还有台湾高铁的很多人的支援、所以才能够如、迎接今天的到来、在此深深表示感谢之意。ご支援、ご指導いただきました皆様に、ここで、感謝申し上げたいと思います。各位的支援真的是深深的感谢。ただし今回はですね、一つのマイルストーンであります。不过今天的里程并不是终点。台北、それから南岸駅までの営業開始運転までに最終ゴールを目指してですね、我々一生懸命尽力していきたいというふうに思っております。台湾高铁能如预定日期开始台北与南港间的营运才是最后的里程、这点我们非常了解、本公司会继续努力、让南港专案能如期并安全的完工。無事、また3月にはですね、こうしてまた皆様と喜びを分かち合いたいというふうに思っております。然后在三月完成本专案时、再跟今天一样与各位一同欢庆。私ども東芝はですね、2000年以来、台湾高鉄様に大変お世話になっております。本公司自2000年来以来、承蒙台湾高铁很多的照顾。本設工事、それから、増備編成、将来3駅等々主要プロジェクトについて主契約書として、ご援護いただいております。除了既有的工程、然后增备车辆四节编程、还有未来三站等主要案件、都让我们以主契约者的身份来做努力、在此真的深表感谢。台湾高鉄様のご発展を私ども魅力ながらですね、ご協力をさせていただきたいというふうに思っております。今后为了协助高铁能够更进一步经营改善、提高品质安全性、我们也会做最大的努力。また台湾におかれましてはですね、私ども東芝グループといたしまして、社会インフラだけではなく、パーソナルコンピューター、それから電子デバイス、それからですね、ホームエレクトロニクス等々、50年以上の長きにわたってご愛顧いただいております。
东芝在台湾不管在社会的基础建设、电子装置、个人电脑或家电方面，都让我们有五十年以上的机会做努力。对我们来说，台湾是重要的地方。今後とも交通部様、高速鉄道局様、台湾コンテスト様とですね、強固なる信頼関係を築きまして、引き続き台湾の場におきまして、相互に発展をしていきたいと願っております。今後也将继续与交通部、高铁局及台湾高铁的各位建立坚固的信赖友好关系，期许能够共筑美好的将来。所以在此再请各位今后也能够多多关照。引き続きのご支援をお願いいたします。ありがとうございました。请继续给我们支持，谢谢大家。